海上自衛隊の潜水艦は、クゲイが進水式を終え、日本の建造数も毎年最新鋭の潜水艦が就役しています。今回は、そんな最新鋭の潜水艦に、リチウムイオン電池が、なぜ、搭載されたのか、詳しく見ていきますね。なるほど、他の次世代電池も採用予定だったのか？まだある、海自潜水艦の謎、使用されている鋼材から見ると、結構深く潜れるのではと、推測してしまう。機密だかね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは非公表で、最高機密であるために、その実力は推定するしかないのであるが、通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われる海上自衛隊潜水艦について推定されているデータを紹介する。2021年9月時点で、海上自衛隊において最新鋭とされている潜水艦は、タイゲイ型であるが、就役している潜水艦で、最新のものは、双流型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した11番艦、王流、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦、東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊である。双流型潜水艦は、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦で、10番艦までは、非待機依存推進、AIP である、スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式であったが、王流と東流の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載された。双流型潜水艦の当初の計画では、潜航中動力として燃料電池の搭載が検討されていた。燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、乾電池などと違って、様々な燃料を補充することで、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められている。防衛省、当時は防衛庁の技術研究本部では、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したが、使用する水銀が大量に必要であったため断念し、酸素、水素型電池の開発に方向転換して、実用化にこぎつけたのであるが、潜水艦搭載にあたって、燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を払拭できず断念していた。これらの経緯から、双流型潜水艦には、AIP であるスターリング機関の搭載が決定されたのであるが、技術研究本部では、その間も、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に着手していて、その実用化の目途が立っていた。リチウムイオン蓄電池は、それまでの鉛蓄電池の欠点であった、水素ガスの発生がなく、エネルギー密度が2倍以上、かつ 1.5 倍以上の繰り返し満る放電回数があるほか、充電時間が短く、放電による電気容量低下が少なく、長時間の効率放電が可能であることなど、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を持っている。当初の予定では、リチウムイオン蓄電池は、双流型の5番艦からの搭載予定であったが、タイゲイ型からの搭載に変更されるなどを経て、結局、双流型11番艦の王流に搭載された。また、搭載にあたっては、双流型のスターリング AIP 機関は、そのままに、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法と、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法が検討され、AIP も含めて置き換える方がコスト高であるが、水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなることから、
すべてを置き換える方法に決定されたのだった。このようにリチウムイオン蓄電池の採用によってあらゆる面で高性能となったかに思われるのであるが、実はスターリング AIP システム搭載艦と比べて軸馬力が8000馬力から5600馬力に低下している。このことによって桜竜、東竜は10番艦までと比べて水中における瞬発的な最大速力は20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下した。しかしながら鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までが最高出力20ノットを発揮できるのはわずかに5分間である上に、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりである。これに対してリチウムイオン蓄電池は長時間にわたって持続的に高出力を発揮することが可能であるため、桜竜、東竜の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持することができ、さらに連続潜航時間が10番艦までは2週間とされていたものが1ヶ月まで伸びたとされているのである。半永久的に潜航可能とされている原子力潜水艦と比べれば物足りないと思われる向きもあると思うが、人間が乗り組んで運用される以上は、原子力潜水艦といえども食料の補給や乗組員の休養のために定期的に浮上しなければならず、1ヶ月の連続潜航時間が可能であれば遜色ないと言えよう。またディーゼルスターリングエレクトリック方式の双竜型では、フル充電のために必要なシュノーケル航行時間が5時間から7時間は必要とされているのであるが、リチウムイオン蓄電池は急速充電が可能であるため、2時間から3時間程度でフル充電が可能であるとされている。このため作戦運用上のシュノーケル航行時間が大きく短縮されることになり、敵から発見されるリスクが軽減しているのである。なお、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の双竜型では AIP のみでの潜航が可能であり、シュノーケル航行をしなくとも潜航可能であるが、AIP のみの水中速度は5ノット程度と第二次大戦時の潜水艦並みであるため、実用的ではないとされている。潜水艦の最大潜航深度は最も重要で最も機密とされるスペックであり、防衛省も公表はしていないが、双竜型の潜航深度は 600m から 700m と予測されている。双竜型の艦隊には NS110 鋼材という世界でも最高水準の鋼材が使用され、理論上は 1000m の水圧にも耐えられるとされており、そのため最大潜航深度 900m までは可能とする見方もある。ちなみに海外の通常動力潜水艦では、輸出タイプのものはある程度スペックが公表されていて、最大潜航深度ではロシアのキロ級潜水艦で 300m 程度、ドイツの209型も 300m、 214型でも 400m 程度とされている。また原子力潜水艦における最大潜航深度は 500m から 700m と推測されており、アメリカの高性能原子力潜水艦 CLF 級などでは 900m から 1000m とされている。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦で 600m の最大潜航深度とされていることから考えても、双竜型や次世代のタイゲイ型の最大潜航深度は原子力潜水艦と比較しても遜色がないと思われ、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できる性能を持つと思われるのである。さらに潜水艦において重要なスペックの一つである
静粛性においても、海上自衛隊の潜水艦は世界でもトップクラスであり、騒々しい中国の原子力潜水艦と比べ、潜水艦としてのスペックははるかに優れていると言えよう。